10歳の頃、2、3週間くらいだが、ひどい悪夢にうなされ続けたことがある。子供の時だから、記憶が釈然としないのだが、母の話では、毎晩絶叫しながら床を転げ回って、喉をかきむしっていたという。朝起きたら、寝汗をぐっしょりとかいていた。これが一晩ならいい。毎晩続くのだ。 寝るのが本当に怖かった。あっという間に寝不足になった。ムクロのように痩せて、顔色が粘土のようになった。医者や霊能者に見てもらったのだが、原因は全くわからない。相変わらずのたうちまわる夜が続く。だから両親も痩せた。二人の方が、よっぽど病気なんじゃないかと、俺が思ったくらいだ。 前述した通り、俺は二、三週間で救われるわけだが、恩人となったのは、霊能者でも、坊主でも、神父でも、牧師でもなかった。恩人となったのは、催眠術師である。催眠術師と言っても、アマチュアのおっさんなのだが、父が軽い恐怖症を簡単に治してもらったことがあるらしく、その縁で、俺も見てもらうことになった。 催眠術師なんぞと思っていたが、俺は父に似て暗示にかかりやすい太刀だと判明した。その人が取った作戦は、俺に悪夢を忘れさせることだった。奇妙なことだが、俺は夢の中身を起きた後もはっきりと覚えていた。そんなことは、当時の一連の悪夢に限られていたが、催眠術師の先生は、家をかたどった和紙に、夢の内容を書かせた。 思い出すのも苦痛だった。嫌な作業だった。先生は、その和紙を箱に入れて、蓋にお札を貼り付け、開かなくすると、俺と二人だけしかわからない、ある場所へ隠した。すまん。具体的には言えんが、箱を取り出そうとすれば簡単にできるのに、他人が見つけるなど絶対考えられないようなところ、だと言っておこう。両親でさえも。 先生は悪夢はこの中に閉じ込められたから怖がることはないと言った。箱を自分が開けなければ大丈夫だと。これが不思議にズバリと当たって、俺は悪夢から解放された。俺たち一家が先生にどれだけ感謝したかは想像に任せる。でも、悪夢の種の詰まった箱はまだ俺の手の届くところにあるのだ。 これがずっと心の片隅に引っかかっていた。大学卒業の折帰省した時、そうだ、あの箱はと思い出した。思い出したら気になって仕方なくなった。当時の夢がどれだけ恐ろしかったか自分が一番知っているのだが、さすがに内容なんか忘れてしまっている。怖いという感情は確かにあった。 だが、子供の時の恐怖なんて、得てして大人から見るとちゃちいものだ。今の俺は、当時の先生の言葉が、自分にどんな暗示をかけていたのかなんとなく推測できる。手品の種も、すっかりわかっている。俺は、当時の恐怖を、白日のもとにさらけ出して、笑い話にしたかったのだ。そう思って、こっそりと箱を取りに行った。 下にかぶさったお札が見える。先生に霊能力はないのだ。と思ったらかなり茶ち剥がそうと、端を爪でこすり始めた。すると唐突に、十年間忘れていたはずの夢の内容が、脳の中で再現を始めたのだ。俺は和室にいて、明かりの差し込む症状を見ていた。縁側にある竹笹の影が落ちていた。 一番上の列の窓一枚分だけ、綺麗に四角く切り取られて、そこから、ニヤニヤ笑っている、福くふくしい中年のエビス顔が覗いていた。だが、顔だけなのだ。障子には、笹の影が揺れるだけ。そいつの胴体の影は一切映っていないのだ。俺の背中には、両開きの襖があった。 奥には、隙間に区切られた部屋が延々と続いていることも分かっていた。ふー、ふーと、小さな鳩の鳴くような小さな音、というか声が、かすかに聞こえた。続いて、ターン、ターン、ターンという音がし始めた。だんだん大きくなってくる。隙間を次々と開けて、 何かがこちらへ全力でかけてくるのだ。ケラケラと男の笑い声が、鼻の底から楽しそうな声が聞こえた。それは、どんどん大きくなった。俺は、凍りついていた。絶対に振り向いてはいけない。ということだけは確信があった。ターンと、俺の背後の隙間が開いた。そいつは、 俺のうなじに、生臭い息をかけた。わざとだと思った。そして、ぼそりと耳元で俺に言おう。箱を取り落とした。カターンという音で我に帰った。俺は、元通りの位置に戻して、まっすぐ家に戻った。だから今でも、悪夢は箱の中にある。 私は学生の頃、ある町のハンバーガーショップで、メンテ、メンテナンスマンのバイトをしていた。閉店後の店内を翌朝まで掃除する仕事だ。私と K さんの二人でメンテに入った時のこと。四時頃には一通りの掃除を終え、仮眠を取るために、二階の客席へ上がった。照明を消し、ベンチの上に横たわって、うとうとしていると。 K さんに肩を叩かれた。一階の方で物音がする。という。階段のところへ行って耳を澄ますと、厨房で回している洗濯機の音に混ざって、かすかに声のようなものが聞こえた。階段を降りて、恐ろ恐ろ厨房の方を覗くと、洗濯機の前に人影が立っているのが見えた。ジーンズに、 T シャツ姿の若い女。洗濯機の中を覗き込んで何事かつぶやいている。おい。私が声をかけると女は振り向いてこっちを見た。昼勤のバイトをしているエヌミだった。活発な感じの子でメンテナカら間にも人気がある。今は心なしか顔色が青白くうつろな表情。 10秒ぐらい無言でこっちを見ていたが、おもむろにキビスを返し、私たちのいるところからは死角になっている、厨房の奥に向かって、小走りに消えた。二人揃って後を追い、角を曲がって奥の方を覗く。誰もいない。厨房のその一角には、冷蔵庫とシンクが置いてあるくらいで、人が隠れるスペースも、他へ通じるドアもない。 一応冷蔵庫を開けたが、中は食材がいっぱいに詰まっているばかり。私と K さんはしばらく呆然として立ち尽くしていた。あれ、エヌミだったよな。K さんの声は震えていた。幽霊ですかね。そんなわけねえだろ。エヌミ生きてるじゃねえか。いや、たった今死んだとか。 バカ言ってんじゃねえよ。もう仮眠どころではなく、二人ともいつになく丁寧に掃除をしながら、朝を待った。作業日誌に、エネミのことは書かなかった。絶対に本気にされないだろうと思ったからだ。家に帰って昼まで寝て、午後の講義を受けた。帰り道、遠回りをして店の前を通った。カウンターの向こうで、 きびきび働いているエヌミを見て、私は少し安心した。次のメンテは、友達のワイと一緒だった。仕事に入る前、事務所で前回に見た出来事について話すと、ワイの顔色が変わった。聞いてみると、先週のメンテで一緒になった奴が、エヌミを見たんだという。俺が二階で掃除をしてたら、そいつがパニックって上がってきてさ。 開いた冷蔵庫の扉の前で、エルミが立って、中を覗き込んでいたんだって。そいつが声をかけると、エルミは冷蔵庫の中に消えた。もちろん、冷蔵庫の中に人が隠れるスペースなどない。あれなんじゃねえの生き量ってやつ。私が茶化かすようにそう言うと。でも、生き量って恨み持ってるやつのあれだろエルミ。 そんな感じじゃないよな。と言い返された。確かに、エネミはサバサバした感じの子で、誰かを恨んだりするタイプには見えない。夜中、店に忍び込んだんじゃねえのなんで何のために金は事務所に持ってっちまうし、理由ないって。うーん、無遊病とか、どうやって店に入るんだよ。それに、消えたってのはどう説明するんだ 結局、何の結論も出ないまま、店の営業が終わって、時間切れとなった。その日の仕事は、私が2回、Y が1回という風に分担してやることをした。客席の床を拭いているさなかに、下から声がした。手を止めて、耳を吸わしていると、今度は叫び声が聞こえてきた。Y の声だ。 私は慌てて階段を降りた。カウンターの向こう、階段の裏側にある倉庫の前、Y が床にへたれ込んでいた。目を閉じて何事か呟いている。大丈夫か何があった ?Y は目を開けると、怯えきった表情で、上へ連れてってくれ。とだけ言った。二十分ほど経って、 ようやく落ち着きを取り戻した Y は、さっき見た一部始終を語り始めた。Y は、床の掃除をするため、掃除機を出そうと倉庫の扉を開けた。中に、エヌミがいた。青白い顔、うつろな表情。驚いて後をずさった Y の目の前を通り過ぎ、エヌミはまたも奥への方へと消えた。それで、 Y は腰を抜かしたのだという。やばいよ。やばいって。明日店長に行ってみようぜ。私は本気でビビっていた。Y は、うつむいたまま黙りこぐっていた。帰り際になって、Y が私を捕まえていった。昨日のこと、俺が店長に話しとくから、お前は先に帰ってくれ。だけど、 俺の話もあるし、いや、それも俺が話しといいから、任せてくれ。Y のいつになく強い口調に寄与されて、私はそのまま帰ることにした。次のバイトを探そうと、真剣に考え始めた。次のメンテに入った日、エミが何の連絡もなく無断欠勤していた。今までなかったことなので、心配した店長が、 エルミのところに電話したが、誰も出ないらしい。私は内心めちゃめちゃ怯えながら掃除をしたが、その夜は何も変なことは起きなかった。翌日の夜、早めに寝ようとしたところで、電話がかかってきた。Y からだった。ちょっと話がある。そっち行っていいか。声が妙に沈んでいたので、何事かと思ったが、 20分後に現れたワイは案外普通に見えた。どうしたんだいや、エヌミのことなんだけど。昨日、いきなり休んだらしいな。知ってる。電話しても出ない。アパートにもいないんだ。アパートにって、お前。うん。ちょっと前から俺、エヌミと付き合ってたんだ。そう言って、 Y はエヌミとのことを話し始めた。Y がエヌミと付き合い出したのは、ここ1ヶ月のことだった。エヌミは、親元を離れ、一人暮らしをしていた。Y は何回かエヌミの部屋に行ったらしい。付き合っている最中のエヌミは、明るい普通の子だった。だから、エヌミの生き量の噂を聞いた時も、Y は嘘だと思って相手にしなかった。 ところが、先日の深夜、私と一緒にメンテの際に、Y は自分の目でエヌミを見てしまった。私には、ああ言ったものの、Y は店長には何も話さなかった。そして、その日の昼に、エヌミに会って話をしたそうだ。最初は、何言ってんのと笑っていたエヌミも、Y の真剣な表情に怯え出した。最後には、 二人して黙り込んでしまい、結局、気まずい雰囲気のまま、その場は別れたらしい。翌日の夜、Y の家に犬美から電話があった。昨日の話題は出なかった。ただ、犬美はやたらと昔の話をしたかった。Y との思い出、一人暮らしを始めたきっかけ、子供の頃の記憶、両親のこと、やがて、 昔付き合っていた男の話まで知らしたので、鬱陶しくなった Y は、半ば強引に電話を終わらせてしまった。その次の日なんだ。エヌミが姿消したの。Y は、昨日の夜、つまり、エヌミが無断欠勤した日の夜に、エヌミのところへ電話した。しかし、エヌミは出ない。アパートへ行ってみると、ドアの鍵が開いている。 中へ入ると、エヌミの姿はなく、部屋の中が妙に整頓されていた。嫌なようワイは、近くの公衆電話で、以前聞いたエヌミの実家の電話番号をプッシュした。電話はすぐに繋がり、エヌミの母親が出た。ワイは、担当直入に聞いた。エヌミさんは、そちらに戻っていますか しばらく沈黙があり、やがて、重々しい口調で返事が返ってきた。エヌミは死にました。半年前に、自分の意思で。なあ、どうも。ワイは、顔を歪めながら聞いてきた。俺、エヌミのおふくろさんに、エヌミのこと色々聞いたよ。人違いかもしれないと思って。 でも、顔や体の特徴、性格、話し方、子供の頃の記憶、同じなんだ。何もかも。俺が知ってる犬美と、半年前に自殺した犬美、同一人物としか思えないんだよ。私は、呆然とするしかなかった。犬美がバイトをしている姿は、私も、Y も、K さんも、 他のバイト仲間や店長も見ている。何百人という人が、エヌミの手からハンバーガーを受け取っているはずだ。それが全て幻だったとでも言うのか。エヌミは、幽霊だったのだろうか。俺、家に帰ってから、エヌミの写真を見たよ。そのままだった。何も変わっていない。俺の記憶のままのエヌミが映ってる。 あれが犬美じゃないなら、誰なんだ ?Y は泣いていた。私は何と慰めていいかわからず、Y と一緒になって泣いた。結局、私や Y が知っている犬みの行方は、それっきりわからずじまいだった。バイト先に残されていた、犬みの履歴書に貼り付けであった学生証のコピー。そこにあった学籍番号は、別の学生のものだった。 エヌミの部屋は生活の痕跡が残されたままで、預金通帳や現金もそのまま残されていた。これは誰かが仕組んだ手の込んだいたずらなのか。誰もがそう考え始めた頃、Y が死んだ。見通しの良い直線道路、Y は急に歩道から飛び出し、タクシーに轢かれた。遺書の類は残されていなかった。 自殺なのか、偶然なのか、分かろうはずもなかった。ただ、私には思い当たる不死があった。気になることがある、と言った方がいいかもしれない。エヌミが消えた翌日、私の部屋へ来たとき、Y が話していたことがもう一つある。Y が階段裏の倉庫で、エヌミを見たときのこと。Y は、 目の前を通り過ぎて、そのまま走り去ろうとするエヌミに、思わず声をかけた。おい、待てよ。エヌミは足を止め、ゆっくりと振り返った。次の瞬間、エヌミの目が驚いたように見開かれた。そのまま一箇所をじっと見つめている。Y は、その視線を追い、倉庫の中に目をやった。そして Y は、 そいつを見た。倉庫の奥に座っていたそうだ。Y は、恐怖のあまり腰を抜かした。目を閉じて、ひたすら祈りの言葉を繰り返す。やがて、大丈夫かという声がして、Y はようやく目を開けた。目の前に、私の姿があった。ほっと一安心したそうだ。 私の肩越しに倉庫の中を見た。薄暗闇の中、そいつがゆっくりと立ち上がろうとしているのが見えた。一刻も早く、その場を離れないとやばいと思ったそうだ。上へ連れてってくれ。だから Y はそう言った。そいつについて、Y はそれ以上何も教えてくれなかった。私が何を聞いても、返事をしなかった。 怯えていたのかもしれない。ただ、そいつを見たとき、Y は恐怖と共に、ある予感を抱いたのだという。エヌミとは、もう会えないかもしれない。Y はそのとき、何かを諦めたんだと思う。うまく説明できないけれど、きっとそうだ。だから、Y の死因は、自殺ではないと思う。 遠藤修作氏が仕事で知り合ったある女性と夜中にタクシーに乗っていた。人気のない寂しい道に通りかかった時、その女性が手に持っていたライターを自分の足元に落としてしまった。ところが彼女はライターが落ちたことに気がつかないのか、それを拾おうとする素振りを見せない。そこで遠藤氏が親切心でそのライターを拾って渡してやると、 突然女性がタクシーを降りると言い出した。こんな人気のないところで、女性を一人で降ろすなんてとんでもない。街の方まで乗れという遠藤氏の説得もガンとして跳ねのけ、自分の分の料金を払うと、そのままさっさとタクシーを降りて、今来た方に歩いて行ってしまった。わけも分からず首をひねりながら、それにしてもタクシーも、よくこんなところで平気に客を置いてけぼれにしたな。 と運転手を見たら、冷や汗を流しながら、後ろから見ても尋常でないくらい、真っ青になっている。どうしたのかと尋ねると、お客さんが下を向いた途端、あの女性が恐ろしげな顔つきになり、お客さんの首筋あたりに噛みつこうとしていたのだが、ちょうどその時に、バックミラー越しに私の視線に気がつくと、また元の普通の顔に戻った。 震える声で告白した。街に着くまでは、二人とも震え続けた。それ以降、その女性は行方がわからなくなった。っていう話。語り部というものは、得難い才能だと思う。彼らが話し始めると、それまで見てきた世界が別のものになる。例えば、 俺などが同じように話しても、語り部のように、人々を怖がらせたり、楽しませたりはできないだろう。俺より5歳上のいとこにも、語り部の資格があった。いとこは、手を変え品を変え、様々な話をしてくれた。俺にとって、それは非日常的な娯楽だった。今はもう、それを聞けなくなってしまったけれど。 いとこのようにうまくはできないが、これから話すのは、彼女から聞いた中でも、最も印象に残っているうちの一つ。中学三年の初夏、いとこは、力なく抜け殻同然になっていた。普段は俺が催促せずとも、心霊スポットや怪しげな場所に連れて行ってくれるのだが、その頃は頼んでも気のない返事をするだけだった。 俺が新しく仕入れてきた話も、おざなりに聞き流すばかり。顔色は悪く、目の下には熊ができていた。ある日、理由を尋ねた俺に、いとこは、こんな話をしてくれた。春頃から、いとこは頻繁にある夢を見るようになった。それは、夢というより記憶で、幼い頃のいとこが、 その当時よく通っていた公園の砂場で一人遊ぶ光景を見るのだった。やがて何度も夢を見ているうちに一人ではないことに気づいた。砂場から目線を上げるとそこに女が立っている。淡いピンクの服を着た黒いロングヘアの女がいとこを見つめ立っていた。女に気づいた次の夜。 夢や舞台を変えた。少し大きくなった小学校に入ったばかりの授業参観の光景。後ろにたくさん並んだ親たちの中に自分の母親もいるはずだった。教師に当てられ正解したいとこは誇らしさを胸に後ろを振り返った。だが、そこにいたのは母親ではなく公園でいとこを見つめていた女だった。 次の夢は、小学校高学年の頃の運動会だった。いとこは、クラス対抗リレーに出場していた。スタート位置に立ち、走ってくるクラスメートを待った。もうすぐやってくる。腰を落として身構え、後方を見た。走ってきたのは、公園にいた女だった。両手足をめちゃくちゃに振りながら、 すごいスピードで近づいてくる。いとこは、恐怖を感じ、慌てて逃げ出した。一瞬、女の顔が見えた。真っ白な肌に、どぎつい赤の口紅を塗りたくり、にたにた笑っていた。翌日の夜、いとこは寝る前から予感を抱いていた。今日も夢であの女に会うのではないか。それは、 ほとんど確信に近かった。そして、その通りになった。夢の中で、いとこは中学生になっていた。記憶にある通り、吹奏楽部の練習に参加していた。古門のピアノに合わせて、トロンボーンを構えた。深く息を吸い込んだまま、いとこは、凍りついた。ピアノの前に座っていたのは、 あの女だった。狂ったように鍵盤を叩き、顔だけはいとこを凝視していた。女の顔は、はっきり見て取れた。異様に白い肌、細い目、高い鼻筋、真っ赤な口紅が塗られた唇を大きく広げ、にたにた笑っていた。そこから覗く刃は、口紅であろうか。 赤く染まっている。不揃いな黒いロングヘアが女の動きに合わせて激しく揺れた。汗だくで目覚め、いとこはあることに気づいた。私は夢の中で成長過程をたどっている。はじめは幼い頃、次は小学生。今は中学生だった。もしかして、 女は私の記憶を追ってきているのではないか。その仮説は正しかった。眠るごとに夢のいとこは成長し、女は必ずどこかに現れた。ある時は見上げた階段の上から。ある時は電車の向かいの席で。ある時は教室の隣の席から。いとこはここに至って もう一つの法則に気がついた。女との距離がどんどん縮まっている。今ではもう、女の三白眼も、歯と歯の間で糸を引く唾液も、はっきり見えるようになった。いとこはなるべく眠らないように、コーヒーを何杯も飲み、徹夜した。しかし、すぐに限界が来る。女は、 昼に見る一瞬の白州夢にも現れた。そして、とうとう現実に追いついた。そこまで話すと、いとこはうなだれるようにうつむき黙った。黒い髪が、パサリ、と顔を覆い隠す。すっかり聞いていた俺は、早く続きを知りたくて、せかした。催促する俺を、 上辺遣いで見て、いとこはゆっくりと笑った。だから、現実に追いついたって言ったでしょう。そう言って、にやりとしたいとこの口元は、刃が生えていた。いつからいとこが刃だったのか、俺には自信がなかった。 大正時代の初め頃、東京の京橋に、画伯堂という書賀屋があって、そこの3階には、同行の死が集まって、持ち寄った怪談話を変われ変わる話し合う、ということがよく行われていた。ある日、その画伯堂に、見られない男がやってきて、自分にも話をさせてくれという。どんな話かと聞くと、田中河内之助の話だという。 田中河内之助は、明治維新の時の、知られざる尊皇子子の一人である。その男は、田中河内之助が、寺田屋事件の後、どうなってしまったかということを話せば、良くないことがその耳に降りかかってくると言われていて、誰もその話をしない。知っている人は、その名前さえ公害しないほどだ。そんなわけで、 本当のことを知っている人がだんだん少なくなってしまって、自分がとうとうそれを知っている最後の人になってしまったから、話しておきたいのだ。という。はじめは、よした方がいいなどと、懸念して止める者もいたが、大半の人々が面白がって促すので、その男が話を始めた。前置きを言って、いよいよ本題に入るかと思うと、 話はいつの間にかまた元へ戻ってしまった。河内之助の末路を知っている者は自分一人になってしまったし、それに、この文明開化の世の中に、話せば悪いことがある、などということがあるはずもない。だから今日は、思い切って話すから、ぜひ聞いてもらいたい。というところまで来ると、またいつの間にか初めに帰ってしまって、 田中河内之助の末路を知っている者は、と話し出す。なかなか本題に入らない。その間に、一座の人が、一人立ち、二人立ち、し始めた。別に秋田から抜けていくというわけではなくて、用で立ったり、呼ばれたりして立ったのだそうだが、私の父も、自宅から電話がかかってきて、下に呼ばれた。 下に降りたついでに、蝶場でタバコをつけていると、また後から一人降りてきて、まだ文明開化をやってますどうかしてるんじゃないか。と笑っていると、慌ただしく人が降りてきた。偶然、誰も周りにいなくなったその部屋で、前の小机にうつ伏せになったまま、彼が死んでしまったというのだ。とうとう、 河内之助の最後をその人は話さずじまいであったというのであるオカルト話が好きな人なら田中河内之助をご存知の方も多いと思う以下はこの田中河内之助の物語を沸騰とさせる話である俺が高校二年生の時 クラスメイトの M 子が他界した。原因は、白血病と言われていた。彼女の家は、千葉の市川にあり、電車で一時間以上もかけて葬式に出向いた。俺は、M 子とは対して仲が良くなかったこともあり、証拠を済ませると、早々と家路に着いたが、仲が良かった生徒たちの何人かは、しばらく残っていたようであった。クラスは、 深い悲しみに包まれたが、次第に元の明るさを取り戻し、一女性との死は、いつの間にか忘れ去られていった。そして、今振り返れば、瞬く間に三年は過ぎ、俺は高校を卒業した。もはや、俺の頭からは、若くして一生を終えた女性のことは、すっかりなくなっていた。俺はその後、 大学生活を経て就職し、それなりに忙しい日々を送っていたが、ある時、高校時代のクラスメイトと偶然再会した。彼女の方から声をかけてきたのであるが、彼女は高校時代からのぽっちゃりした顔からは想像もできないほど痩せており、声をかけられなければ、多分誰だかわからなかっただろう。いや、痩せていたというより、 やつれたというのが正直な感想であった。懐かしいね。と軽い挨拶を済ませた後、せっかくだから少し話そうということになり、近くの喫茶店へ入った。現在の状況など、お約束の話を一通り済ませると、ねえ、エムのこと覚えてると彼女は聞いてきた。M 子ああ。 発血病で亡くなったエム子ね。そうそう。同時に、彼女がエム子と仲が良かった生徒であることも思い出した。かわいそうだったよね。うん。実はね、彼女は、顔を深刻そうにしかめた。実は、彼女は発血病じゃなかったのよ。へえー、違う病気だったの俺は、 彼女の話に特に興味を示さなかった。正直、本当の死因を知られたくないようなことは、まあまああるからだ。しかし、俺の気持ちとは裏腹に、彼女は顔をより一層深刻そうにしていった。ちょっと、聞いてほしいのよ。うん。別に、構わないよ。今日はすでに仕事は終わっている。俺は、 彼女のたたならぬ雰囲気を感じ取った。彼女の話した内容は、およそ次の通りであった。一昨年の暮れ、突然エム子の母親から連絡があって、エム子の七回忌に来てほしいと言われた。ぜひにというので、仲も良かったことだし、法事へ参加した。この法事は、エム子の七回忌だけでなく、エム子の父親の一回忌でもあった。 法事が一段落すると、エム子の母親に折り入って話があると言われ、二人だけで家の一室に入った。そこは、かつてエム子の部屋であった。少しばかエム子の思い出を語った後、母親が意外なことを言い出した。曰く、エム子の死の真相を聞いてほしいと。そして、母親は話し始めたが、二子と三子と話したとき、 緊急の電話が入ったと親族から呼ばれ、母親は話を中断せざるを得なかった。再び部屋に戻ってきた母親は、詫びを言ってから話を始めようとしたが、親族の子供が、突然引きつけを起こしてしまい、またもや話を続けることができなくなってしまった。結局、その日は時間切れで、話は後日改めて、ということになった。 彼女はここまで話すと、ふっと息をついた。時間は大丈夫俺にはいつの間にか、エミコについて、興味が湧き上がっていた。大丈夫で。それからしばらくは、エミコのお母さんから連絡がなかったの。こっちから連絡するのも、何か気が引けて。うん。俺は相づちを打つのみであった。 私もそのことは忘れていたんだけど、去年、連絡が来たの。一年ぶりくらいにね。それで、またエムの家に行こうとしたのよ。それで。その後、彼女は次のようなことを話した。約束した日に、彼女は休養が入り、エムの家に行けなくなってしまった。彼女は、電話で話せないかと聞いてみたが、 どうしても会って話したいという。日を改めて、彼女はエム子の家に向かった。そして、エム子の母親は、まずこの話から聞いてくれと口を開いた。実は、エム子の死は、予想外のことで、母親は見取ることができなかったという。亡くなった旦那さんが、エム子を見取ったのだが、しばらくして、 旦那さんから M 子の死因を知ってほしいと言われた。しかし、旦那さんがそれを話そうとすると、ことごとく邪魔が入り、なかなか聞くことができなかった。ついに死因を聞いたのは、旦那さんがそれを喋ろうとしてから、実に半年以上も経った後だったという。旦那さんは、その翌日に急死した。そして、いよいよ本題に移ろうかというとき、 来客があった。無視できない人らしく、母親はしばらく対応して、彼女の元に戻ってきた。この時には彼女も、何かある、と思い始めていた。母親は、彼女の前に座ると、どこまで話しましたっけと聞いた。旦那さんがお亡くなりになったところまでです。と答えると、母親は、 あら、そんなところまでお話し,しましたかしら。と意外な顔をしたのである。もう、気味が悪くなっちゃってね。それで、話は聞けたの。彼女は首を振った。あの後、なぜかイムコの覚え寝話になっちゃったのよ。自分でも訳がわからない。気がついたら、夜になってて、家に帰った結局、 秘訣自じまい。彼女はしばらく沈黙した。俺は、すっかり冷めたコーヒーを飲み干すと、場所を変えた方がいいかな。時間が経ってるし、と言った。彼女も賛成し、腹も減ったので、ファーストフード店へ行くことになった。席を立ち、会計を済ませ、店を出る。移動中に、俺の携帯が鳴った。 友達が事故に巻き込まれたので、至急来てほしいという連絡であった。彼女の話には、後ろ髪を引かれたが、現場へと向かうしかない。彼女は、絶対連絡すると言ってくれ、その場を後にした。友達の事故は、大したことはなかった。二日後、家に彼女から連絡が来た。実はね、 あの時は言い出せなかったけど、M 子のお母さん、あの日の数日前に、亡くなったのよ。え俺と話したあの日のそう。そして亡くなる前の日に、私、M 子の死因を聞いたの、ついに。で、その話、やっぱり聞きたいよね。俺は少しばかり躊躇したが、 確かに聞きたい気持ちはある。でも話すな。と、きっぱり言った。いいか。誰にも話すんじゃない。忘れるんだ。ありがとう。彼女の声は、少し安堵したようであった。でも、M 子の弟には話さなくてはいけないと思う。やめておけ。忘れろ。でも、たった一人残った M 子の家族よ。 知らない方がいいこともある。今度ばかりは、その方がいい。うん。彼女との会話は、それで終わった。俺は、一末の不安を隠せなかった。エム子の弟は、すでに成人であるし、家族の死について疑問を抱いていてもおかしくはない。俺は、彼女に電話をしてみた。彼女は、 M 子の弟に会ってはいるが、その話はしていないと言った。俺はくどいほど念を押して電話を切った。その後も、彼女と連絡を取ろうとしたが、携帯を持っていなかった彼女とは連絡が取れなかった。それから、一ヶ月ことしてからのことである。彼女の死の知らせが来た。彼女が M 子の弟に、 何を伝えたのかは、わからない。